突然ですが、だらっと書くと雑談チャンネルの時間です。本日も何かしながらお聞きください。おすすめは、剣をまたぎながらかな。ますますご活躍のことという言葉ありますが、これは石渡り塾長のためにあるものなんじゃないでしょうか。引退してますますご活躍のことで逆に露出が増えまくってますが、ついに以前から匂わせていた朝倉海選手とのコラボ動画が出ました。 今回は前編ということで、石渡塾長の YouTube からの配信となっております。石渡塾長の警部ジムからは、元ムエタイ三冠、現 MMA ファイターの麒麟の田村さんにの宮城俊介選手がお供としてついてきております。タイトルは、朝倉海と語りました。場所はおなじみ、石渡塾長の奥様の経営する日本酒おばんざいボン。 ですね、この「ボン」という漢字はインドのバラモン教で宇宙の最高原理を表すものでもあり昔広島東洋カープにもいたそよぎシンさんの「そよぎ」というね漢字とも一緒ですねなかなか本編にいかないっていうねちなみにですね日本酒おばんざいボンの食べログを見てみると女性一人でやってるからその人目当てのおじさんたちが来るのかな てんてんてんというレビューがありましたが、それは半分合ってて、半分外れです。そのおじさんたちはきっと格闘ファンです、はい。T シャツなど見てみてください。きっとどこかで主張してますので。 それでは早速やっていきましょう、はい、早速をつければねその前の部分がいくら長くても大丈夫だと私勝手に思っておりますので、はい、まずですねノンアルコールビールでの乾杯だったのですが朝倉海選手が石渡り塾長に今度本物のお酒の方を飲み行きたいですね。飲んんだら面白いいってて噂を聞いてますんで としかし、お互い覚えてないらしいのですが、昔、どこかで1回席が一緒になったことはあったらしく、同席していた人曰く、石渡塾長に朝倉海選手はかなり飲まされていたとで、さらにですねその時一緒にいた高田キャプテンにも相当朝倉海選手、飲まされていたそうです。そして朝倉海選手、石渡塾長の奥さんを見て、テレビでは見てたけど、生奥さんが可愛すぎてやばい、えぐい。 マジで綺麗とそしてこの前にトライ・フォースで2人でスパーリングをしていたのですがその模様は朝倉海選手の YouTube から上がっておりますがその時の感想ということで朝倉海選手は石渡塾長に対してフックの圧力カウンターの怖さがすごいなので攻めづらい待ち構えてるので迂闊に入れないと石渡塾長の方はとにかくハンドスピードが速いこんなに総合で速い人いない 今までで言うと、イ・ギルーぐらいと。過去に戦った選手で、石渡塾長はイ・ギルー選手に1ラウンドで勝利してます。朝倉ミス久留選手も戦ってますが、こちらは負けております。ロード FC でですね。で朝倉海選手が初めて石渡塾長の試合を見たのは、1回目の堀口強二選手との時だったらしく、それを見てこの人めちゃめちゃかっこいいな その時はアウトサイダーに出ていた時だったので、この選手と戦えるように頑張ろう、目指そうという目標にしてましたと、そして今度は朝倉海選手からの質問で、僕はアウトサイダーから突然、雷陣に来たやつみたいな扱いだったから、どういう風に見られてましたかと、それに対して石渡塾長、実は僕、見てたんですよ。朝倉兄弟も知ってた。ロード FC の試合見て、それがすげえ嫌だったんですよ。 朝倉海選手は、え嫌だ、何がといった感じで、石渡塾長は続けて、僕、新しい強い選手出てくると嫌な気持ちになるんですよ。来た、脅かされるぞって、で、その後イ・ギルー選手とムン・ジェフン選手に朝倉兄弟が負けて、それを見て安心したのを覚えてます、かっこ笑いと、でもそれぐらい動きが良くて、やばいなと思ってましたと。 朝倉海選手はトップの選手にそう思われていたのは光栄なことですと。石渡塾長はさらに初めて堀口京二選手の試合を会場で見たときも落ち込んで帰ったんですよ。だからアウトサイダーからポッと出てきたとは思ってなくて、危険な兄弟が出てきたなと思ってました。結構ビビリなんでと。朝倉海選手は フライからバンタムにしてどう階級になってから石渡さんを意識しだしました。そこからもし戦うとしたらどういうプランでというふうに見てきました。というとそのプラン聞いてもいいですかと言われ一瞬躊躇しつつも前手の攻撃は気をつけないといけないというのとあとは言えませんと他の選手の対策を披露することになってしまうし本人を目の前にしてちょっと言いづらいと。 そして朝倉海選手、内山隆史さんに現在、ボクシングのテクニックの指導を受けていることは有名ですが、それは堀口京二選手と戦う半年前から通い始めていたということで、石渡塾長は朝倉海選手のステップの仕方が変わったことにより、それを見抜いていたそうです。 今はパンチの打ち終わりに体が浮かないような仕様に変わっているということも石渡塾長は気づいていたようで朝倉海選手との答え合わせをしてご満悦そうでしたそして朝倉海選手の方もぐいぐい行きます正直僕が堀内教授選手に勝った時どう思いましたかと石渡塾長は困ったなみたいな顔をしてました で朝倉海選手っていうか絶対勝てないと思ってましたよねと石渡塾長はうん絶対勝てないと思った会場で見てたけど落ち込みましたでも試合が始まって2人が動いた瞬間あれスピードで負けてねこれワンチャンあるとも思ったことを話してくれましたそして話は変わり石渡塾長 僕は格闘技以外のことをやっちゃいけないと思って生きてきたので、朝倉兄弟の YouTube は衝撃的だったと。朝倉海選手はいくらいい試合をしても見てもらえなければ意味がないと思い頑張りましたと。石渡塾長は今ではそれにとても賛同している様子でした。その中で石渡塾長は朝倉海選手にこういう疑問を持ったそうです。朝倉海選手は はから見てると華やかな世界にいるように見えますが、実際はと、朝倉海選手、本当に地味な生活をしてますよ。外食もほとんど行かないですしただ、今は管理栄養士の人が毎日家に来て作ってくれますと。しかし、掃除洗濯、アイロンがけは全部自分でやってるそうです。 おーって感じですね管理栄養士の人がね毎日家に来て作ってくれるらしいんですがでもこれはね格闘技が強くなるためなのでいいお金の使い方ですよねというかまあ、そもそもね人のお金の使い方に他人がいいとか悪いとかね言うべきでもないとも思いますが、ねはい、そして朝倉海選手お酒は試合2ヶ月前から飲まないそうですが試合後は思いっきり飲むとそしてこれからのビジョンはの質問に対して朝倉海選手 今やってるグランプリは絶対優勝しなければいけない。ベラトールでバンタム級のトーナメントをやるみたいな噂もありますしやるならそこ出たいというのもありますしあとは UFC にも挑戦したいと。はい 海外挑戦の意思というのは以前から語られてましたが、なんと先日のベラトール、マゴメド・マゴメドフ選手 VS スタッツ選手で、スタッツ選手が勝利し、連勝をね9連勝に伸ばしましたが、その後の会見でスコット・コー代表が、今年はグランプリはバンタム級になるかもしれないと発表し、スタッツ選手もイエースとね、開催を楽しみにしているというね、胸の発言をしておりましたが、そこに朝倉海選手も参戦したいと、 これは盛りり上がりますねちなみに現王者はセルジオ・ペティス選手ですので熾烈なトーナメントになることは間違いないですね。そして対談も後半になるにつれ突っ込んだ話にもなり石渡塾長のスタッフの方が「朝倉海選手海外で練習しないんですか?」とよく言われてると思うんですけど石渡塾長もアメリカ行かれてるじゃないですかというと朝倉海選手 顔つきが変わり石渡塾長にどうでしたかと石渡塾長はアメリカのカレッジレスリングを学んでほしい日本のレスリングとルールが違くてそのカレッジレスリングがめちゃめちゃ総合に合う特に朝倉海選手のスタイルでカレッジ覚えたらやばいと思います絶対やばいそこでイスラエル・マルチネスイジーと出会って僕のスタイルががらっと変わったんです それまで僕タックル一回も入ったことないんです。今まで MMA と結びつかなかった日本のレスリングがカレッジだとすぐ明日使えるというレベルのものが毎日連続できたのでぜひイジーコーチの元に行くか日本に呼んでほしいですと。 で朝倉海選手、自分も日本に呼べたらいいなと思ってたんですけど、やっぱり難しくて、だから実際行ってみて、体験した方が早いのかなとは感じてるので、まずは期間を決めて行ってみたいなと思ってますけどねと、なんと渡米を決意していたことを明かしましまたはい石渡塾長は、ぜひその時は紹介しますと、朝倉海選手はお願いしますと、さらに朝倉海選手。 ブブレイブジムの宮田さんがジムに来てくれて練習やらせてもらっててレスリング実は自分こんなことも知らなかったなというのの連続でそこだけでもずいぶん変わってきているのでちょうど今自分でも思っているところでしたそして朝倉海選手塾長ありがとと、うございますと 頭を下げ塾長はででもない様子でした、はい、そして石渡塾長は「朝倉海選手は絶対イジースタイル合うと思います」と念を惜し朝倉海選手も「行きたい時口添えしてもらってもいいですか?」と石渡塾長と朝倉海選手かなりの親交を深めておりました。 でこのボリューミーさでまだ前編ですから後編もお楽しみにということでそしてですね石渡塾長 YouTube にもこれからますます力を入れていきたいというお話をされてましたので私も微力ながら石渡塾長の YouTube の URL 概要欄に貼らせていただきますのでまだの方はねこぞってチャンネル登録よろしくお願いしますそしてもちろんですねこちらのね朝倉海選手っていうんですがまだね若いんで皆さんね知らない方もねたくさんいらっしゃると思うんですが先ほどですね朝倉海選手もなんとね YouTube やっててです チャンネル登録者数見たら98万とかになってて多分これは YouTube のねバグだと思いますのでまだ1万人弱ぐらいじゃないかなというふうに思いますのでこちらのね URL も概要欄載せさせていただきますので皆さんねこぞってチャンネル登録こちらもねよろしくお願いします、えー、そしてですねさっき確認したら現時点ではチャンネル登録ねまだ無料でしたので、はい、この後はわかりませんからね無料のうちに今すぐということで そそしてそんな朝倉,倉,、ね、倉海選手はワクチン2回接種の報告をツイッターでしておりましたがそれについて格闘技どころではない深刻な状況だと思っています海がワクチン打ってしまったことがこの数年で一番ショックな出来事でした親である私より長生きしてほしいと思っています 接種まだの方、ぜひ様子を見てください先行してワクチン接種したイスラエルの現状を見ると日本でも11月頃から多くの方がという投稿をしておりますで、これはですね、昨日お伝えさせていただいた朝倉未来選手のツイートの一旦おさらいになるんですが今まで2年間 YouTube やってきてコラボじゃないときに誰かの名前を題名に入れて再生を取るやり方したことないこれ自慢という、ね、ツイートがありまして。 それを引用リツイートしまして石渡塾長、身に覚えがあるのか、これからもお世話になりますと投稿しておりました。 そしてですね私がずっとね長いこと疑問に抱いていたことがあったんですが昨日、解決いたしましたそれはですね朝倉兄弟が来陣にねアウトサイダーのあと行きたいって言ったのを前田明さんは止めてまずロード FC に行けとでねイ・ギルー選手とムン・ジェフン選手にね敗北したっていうね、えー、今日やらせていただきましたがその理由について前田明さんは韓国人は欧米人と戦えるぐらいのフィジカルの強さを持っているからまずそれを経験した方がいいというね、えー、親心だったということだったんですが なんで同じアジア人なのに韓国人の方がフィジカルがそんなに、ね、優れてるんだろうというふうに、ね、ずっと疑問に思ってたんですよ。食べるもんもまあそうそう変わらないと思いますし、まあ、兵役があるからかなというふうに考えてたんですが昨日、ツイッターでこれナンバー編集部によるものなんですがこちらサッカーの話になるんですが日本人のフィジカルが韓国人よりも劣っているのはなぜとねまさにドンピシャのテーマのものが来ましてでそれによりますと。 まずですね韓国人と日本人では体格が違うんです。 韓国には1 9 0センチクラスの選手が多くいますし体のサイズについてはワールドクラスといっても差し支えないとまさに前田明さんの主張とぴったし合致しますよね。で成人男性で見ても韓国の方が日本より少し身長が高いですがサッカーにおいてはその差が顕著に現れますというものがありましてでその理由なんですがこれが実にね至ってシンプルで食事の方針らしくてとにかく肉を食え と指導ししてきたらしいです、はい、日本人はバランスのいい食事だったんですが、向こうはとにかくタンパク質を取れということで、食事を欧米に寄せることでフィジカルも欧米並みのものを取得していったということが分かりました。はい、専門に、ね、やられている方の意見なので、皆さんも、ね、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうかというふうに思いました。そして、傍着無人なカシメロ選手。 井上尚弥選手への必要な挑発で井上尚弥選手もついにブチ切れ本来であるならばこの後ドネア戦の後カシメロ戦というね流れだったのですがドネア戦の前にカシメロとやらせてくれと散々ツイッターなどで主張していたのですがそれに対してカシメロ陣営ですねカシメロ選手のプロモーションをやっているギボンズ氏。 がですねカシメロは9カ国に行き3つの王座を獲得してきたもし井上を倒せば10カ国目になる我々は日本が大好きで日本人を愛し日本で戦うのが好きですカシメロは日本に行くし問題ないことだいつでもどこでも誰とでも WBO 王者として戦うでしょうとアウェーでの王座統一戦にゴーサインを出したということなんですがそれに対して井上尚弥チャンピオンツイッターです ゴーサインはもう分かったよ。俺と試合をしないと相手にされないし、金にならないからごちゃごちゃ言いたいのも分かる。すべてはリングの上ではっきりさせるから、ドネアを優先しないで試合を組んでくれ。というふうに投稿しました。で、さらにね。 でカシメロ選手も先にねドネア選手とのね試合をやりたいというふうに主張していたのですが、今、井上尚弥チャンピオンが行った理由とともに、私が思うには、カシメロ選手、つい最近、ですね世界最高評価のトレーナーのエディ・レイノソに弟子入りするとかねしたとかいうニュースも流れてましたので、もうちょっとですね時間稼ぎたいのかなっていうところですね。そして、ボクシングつながりということで、もう1つ。 酔っ払った勢いかどうかわかりませんが他人の敷地に入りそこに止めてある車にですねスト2のボーナスステージのようにかは分かりませんがボコボコにしてしまいそれからの復帰戦が決まっていた寺地健四郎選手ですね、私は不祥事からの復帰とかには非常にですね応援というか協力的ですので楽しみにしてたんですが残念なニュースでもあり心配なニュースでもあります。コロナウイルスに感染してししてままいました 9月10日の試合は延期になり矢吹選手、矢吹選手の関係者の皆様試合を組んでくださった皆様応援に来てくれる予定だった皆様本当にすいません。 治療に専念し、早く試合できるようにします、ご迷惑おかけしますとツイッターにて投稿しております。で、この投稿に対して、自身も最近、コロナウイルスにかかってしまい、復帰したばかりの菅原美優選手がいいねを押しております。で、同じ階級の、えー、ライバルとも言われていた京口チャンピオンもね、以前、コロナウイルス感染してしまいましたので、非常にです、ね、近くまで来ているな、猛威を振るっているなというのを、ね、再確認させられましたね。 そして、不祥事の復活の方という意味で言いますと、もう一方、元ディープのフェザー級チャンピオン、松本幸一郎さん、ジョビンさんですね。先日、日頃の生活態度などの悪さにより、吉本ゲーミングを除名処分されてしまったんですが、このようなツイートをしました。配信するのが怖かったけど、温かいコメントばっかりでびっくりした。総合格闘家を引退してから、今日でちょうど10年経った。10年という歳月が流れたことに衝撃。なぜかゲームの世界に たどり着いたけどやっぱりゲームが好きやし今日からまたスト5を頑張る何もかもを行動で示すしかないと。ストトリーーファイター2の ファイブ、ストファイブっていうののね、ゲーム実況やってるみたいなんですが、で、まあね、不祥事を起こしたとしてもですね、もともとその人の全部が悪かったわけではなくて、その不祥事の部分が悪かっただけですので、そこを直して、また1から始めればですね、いい部分ともともと持ってる、その悪い部分がなくなった自分ということで、新たな自分だと思っておりますし、ディープのね、3対3マッチとかもね、たまに出てくれて、面白くて活躍してくれていましたので、私、これからも期待しております。 はい。それではね、明るいニュース行きましょう。OL 化がますます止まらない、女子力高めの八千手のツイッターのコーナーですね。大福食べたら折り鶴が、何これ素敵、行きということで、大福の中に折り鶴が入ってたんでしょうかということで、何でもないようなことが幸せだったと思うということですね。次行きましょう。 そしてですねベルトを取りすぎてしまいそれらをすべて抱えて写真を撮ることでトランスフォーマーみたいに見えてしまう現在すでに生きる伝説と呼んでも過言ではない吉成尚選手ついに試合決定いたしましたツイッターです9月26日に行われるボムに出場することが決まりました試合を受けてくださった佐藤選手ありがとうございます自分は誰が相手でも全力で戦い圧倒的な試合をするだけですチケットございますのでぜひ DM などでご連絡していただき会場で応援してくださると嬉しいです見せる試合をしますということで佐藤選手は今の、ね、トップの選手たちとしのぎを削ってきた選手でもありますね。 そして皆さん現在どんな言葉に心を打たれてそれを紙に書いて部屋に貼っているでしょうか受験シーズンなどはねよく見られましたよね「石にかじりついてでも」とか書いて貼って眺めてモチベーション上げてサボらないようにするとかでもあれって人間の心は移ろいやすいものなのでその時はそう思ってもちょっとねテンションが違う時に見るとその言葉必要としてなくてなんでこんなものねわざわざ部屋に貼ったんだろうとかね思ってしまう時あるので全てに共通する 大切なことっていうのを書かないと実はあんま意味がないんじゃないかなというふうに私は思っているのですが堀井翼選手は現在このような言葉に胸を打たれているそうです鴨頭よ人さんユーチューバーの方ですねツイッターになります根拠のない思い込みを持っている人が最高の人生を駆け上がるとこのツイートに対して股間を堀井翼選手いいねを押しております そして小比類巻隆之さんが主催する経営者らのみが参戦できるエグゼブティブ向けキックボクシングイベントというものがあるんですがこれに元光源氏の大沢みきさん52歳とですね俳優で空手の青道会館黒帯の木下砲花さん57対戦しました、どちら勝ったと思うでしょうかはい結果はですね激闘を展開した結果判定で木下砲花選手の勝利ということになりました。 そして9月9日放映のアメトークがキックボクシング大好き芸人ということで出演者が土田輝幸さん今田浩二さん小坂大魔王さんアルコピース平子さん神宮寺獅子丸さん鬼越トマホーク酒井さん剣道小林さんみちょぱさんということでキックボクシングが好きな人の年齢層が高めというねツイッターで話題にもなってましてそれに対してキックボクシングを好きな人は若い人の中にもいるけど語れるのが年齢層高めにどう どううししててもななってしまうんじゃないのみたいなねやり取りも目にしましまたそして宮田和幸代表どんな実績あってもドーピングしてた選手への尊敬はゼロとツイートしましてそれに対して前田明さんの YouTube でインタビューをしている片田直久さんとストラッサー喜一選手がいいねを押しておりました。 そそしてその片田直久さんですね前田明さんの YouTube チャンネルでとても落ち着いた雰囲気で進行を邪魔することもなく白識でっていうあの方なんですが同日にですね一般の方が前田明 YouTube チャンネルのインタビュアーの名前が知りたいインタビューがうますぎるとツイートしたところご本人様、まさかの降臨ということではじめまして YouTube 前田明チャンネルインタビュアーの片田直久と申します。お褒めに預かり光栄でですインンンデディペンデントで取材や執筆 編集をしております今後とも何卒よろしくお願い申し上げますとそれに対してまさかのご本人様ありがとうございますいつも質の高いインタビューをされていたのでとても感心していました今後も楽しみにしています応援していますというやりとりが行われまして私もね片田さんのツイッターフォローさせていただいてるんですがなんとね相互フォローっていうんですが相手様方からもですねフォローしていただけるので興味のある方はねぜひぜひチェックしてみてください毎回ねツイートの質もとても高いです そしてためになるツイッターということで忘れちゃいけないのは何と言っても孝傑琢磨先生ですね。この日もですね、このような素晴らしいツイートをしてくれて私の人生も少し変わりました。何度言えばわかるんだって怒ってる人がいるけれど、 すでに同じことを何度言っても効果がないことを自ら証明しているんだから原因は相手じゃなく自分の言い方にあるって気づいた方がいい自分が変われば相手の反応はたとえ小さくとも必ず変わる相手に原因を求めているうちは何も変わらないと私もハッとしましてですね怒るまあ怒ったりはしないんですがイラついたりはねすることあるんですがでもですね相手ののの会話話にに乗っかっっっかかかててててそそ普通にその後話をしししみたたりしようかなとか思って少しずつ変えていったらですね相手の態度が ぐぐんぐん変わっていったのを分かってですね私のなのでストレスも逆に一つ減ったということで大変お世話になりましたいつもですねなんとか選手のコーナーとかでねやらせてもらってるんですが本当にやるべきは高潔琢磨先生のえツイートのコーナーなんですよねはいというわけで本日は以上となります残念ながら本日はですね金消しかけ×雷陣コラボの雷消しは作っておりませんので代わりにねちょっと用意したものがあるので見ていただきたいかなと思います はい。ということで、私が持ってる筋肉マン消しゴムの中の代わりだねということになるんですが、一見ね、筋肉マンに見えると思うんですが、引いていきますと、なんと、普通の人の顔にただタコが貼り付いているだけだったというね、完全にこれは著作権のことだと思うんですが、今、筋肉マン消しゴム流行ってるし、一丁乗っかりたいな、でも訴えられるのも嫌だしな、といったところで考えついたのが、 筋肉マンの顔ってタコに似てるよねとということで顔にねタコが張り付いた人を「き肉マン」に模してね売ってしまおうというね昔びっくりマンであったロッテのねパクリのロッチみたいなもんなのかもしれませんね。はいこういうパターンもありますよと右腕とね左腕の太さはあまりにも違うかなというふうにも思いますが。 はい。というわけで、こちらは元クレイジービーのスカル・ボーズ選手になりますね。はい。僕、鋼鉄選手に申してありますが、高評価、チャンネル登録して、通知をポチッとオンにして、また聞いてね。わ、大福の中から折り鶴が。